フリーネットとは、情報をやり取りする場合に、相手先との通信部分を暗号化したインターネットを利用したネットワークである。1999年7月、イアン・クラークの論文、A Distributed Decentralized Information Storage and Retrieval System に基づき、フリーネットプロジェクトがスタートした。このプロジェクトの目的は、 インターネット上での情報発信者の匿名を確保し、自由な発言、活動を保障することにある。実際に、中国、中東諸国で使用されて、国家権力をもってしても、通信の傍受が不可能なほどである。Windows 上で動作する、Fros 他の多くの P2P P ソフトと違って Freenet は、暗号通信プロトコルに従い相手先と情報を、 やり取りする機能のみを提供しているため、ファイル共有などを行う際には、フロントエンドとして別途ソフトウェアを使用しなければならない。フリーネットとこれらフロントエンドとの情報をやり取りする際には、FCP と呼ばれる API が使用されており、これを使うことで、メッセージボードやファイル共有、チャットなどの機能を実装することができる。ありがとうございます。